はい、こんにちは。音の静かなタイヤと高速道路での快適なホイールバランスを作り出すタイラゴム工業所、鈴木芳生です。今日は2022年1月12日水曜日です。水曜日で、店舗と工場はお休みをしておりますけれども、今日はですね、動画、豆知識をお届けしたいと思います。今、冬の時期、スタッドレスタイヤ、冬用タイヤをお履きの方がね、多い時期になります。便利で、雪の上、氷の上で、チェーンを巻かずにこう走れて便利なんですけれども、1点ですね、注意しなければいけないところがありまして、普通タイヤ、サマータイヤ、ノーマルタイヤですね、これとはちょっと違う部分が、強いブレーキをしますとね、少し、路面との、摩擦が、弱くなってですね、スリップがちょっと早めに出ます。そしてさらに雨が降るとね、路面が、雨で、ウェットの状態、濡れている状態になりますとね、いや、なおさらですね、こう滑りが、滑るようになります。これはですね、ここにちょっと持ってきてますけども、ご覧いただきまして、タイヤのですね、映ってますかね、ここの1個の四角のブロックの中をちょっとこちらに絵を描きましたけども、この四角いブロックに一個一個ここですね、いくつかの刻みが刻んであります。この刻みで、水を吸わせるようにはしてるんですけども、ここの刻みのところを切り込んでるもので、強いブレーキをね、しますと、こう、力の方向が、こちらだとしますと、ギュッとこうかかるとですね、これが、キュッキュッキュッとこう、倒れ込むわけですね。少しこの動きがあるので、これでですね、ちょっとスリップが早く出るということですね。冬用タイヤを履いて雨の日に、走っているときは強いブレーキをすると少し早くスリップが出ます。でも慌てずにですね、スタッドレスタイヤを履いている方が多い時期になりますのでね、そういうもんだということで車間距離をとって、そして雨の日はあまりスピードを出さずに、ですね、少し抑えめに、走っていただくとよろしいのではないかなと思います。今日は、スタッドレスタイヤ、冬用タイヤですね、履いていらっしゃる方が多い時期に、雨の時ですね、注意した方がよろしいポイントをね、お伝えいたしました。当店のお問い合わせは、お気軽に LINE の方でお願いします。今日も最後までお聞きいただきまして、ありがとうございます。